突然ですが、皆さんこれらの商品をご存知ですか？知らないです。知らないです。あ、知ってる。知らんねえですなんか日本人やっと気づいたな。これらの商品実は、じゃん！お寿司のシャリだけ、チョコボールの中身だけ、シュークリームのシュー生地だけ、そして中華まんの。 皮だけ、すべて丸々だけ商品なんです実は今、これらのようなだけ商品が人気なんです中華まんの皮だけを食べてみるとあ、皮だけでいけますね、案外さらに人気の理由は他にも 皮だけの方がこういろいろ自分の好きなようにアレンジできるし今日のからくりはあちこちで増えているだけ商品その人気の秘密に迫りますぞまず諸子君が向かったのは三重県津市に本社を構える井村屋井村屋といえばあずきバーが有名ですが 冬の主力商品は中華まんです中でも今回はですね具がない革だけの商品についてお伺いしたいんですけれどもどうしてこの思い切った商品が生まれたんですかきっかけはえっと7年前にえっとツイッターにお客様から革だけの中華まんが欲しいというお声をいただきまして 中華まんの皮だけが欲しい7年前会社の公式 Twitter に寄せられたお客さんの声が社長の目に留まり開発が始まりましたベースとなるのはこちらのゴールド肉まんその皮は発酵を2回に分ける2段発酵製法で作られていて手間はかかりますが風味豊かでもっちりとした食感が特徴です このゴールド肉まんの皮を皮だけでもおいしく食べられるように調整を繰り返し「中華まんの皮だけ」そのなも「すまん」が完成したのです。 革だけではさすがになかなか売れじゃないんじゃないかなっていう声も多かったんですかそうですねそういった不安の声もたくさんあったんですけれども、うん、実際あの商品化してみますとあのお客様から非常にこういう商品が欲しかったとか革、まあ、がすごく好きっていうお声もたくさんいただいたのであのみんな驚いていたところです去年すまんの販売を始めたところわずか2か月で完売今年は数を増やしましたが 去年の販売数をわずか一週間で超えるほどの人気ぶりだそうです購入した人に話を伺いましたもうすごい嬉しい待ってましたっていう感じでしたあの生地がそのままで食べれるんだと思って嬉しくって皆さんどういうふうに召し上がってらっしゃるんですか定番としてはこう何かおかずですとか挟んでハンバーガーみたいにしていただくのですとか そのまま食べる人も多いそうですが SNS などで話題となっているのがアレンジレシピ井村屋も驚いたというのはすまんを油で揚げたアレンジです揚げるるいう選択肢もあるんですねそうですねあのかなり意外な方法だったので驚きましたおパリッとしてわーおいしそう んんんなんかもうこれだけで商品化してほしいぐらい <laughs> ありがとうございます <laughs> んん。揚げることで外側の膜張ってた部分がカリッとして噛み応えも出てだけどふわっとしていてあこうやって。 いろんなアレンジができてやっぱりベースが美味しいからこそですねそうですねベースの生地がとっても美味しいので、うん、いろんなアレンジをしていただけると思います他にもエビチリを詰め込んだりくり抜いてかぼちゃスープを入れてみたり皆さんいろんなアレンジを楽しんでいるようですな先ほどの前田さんもさつまいもが好きなので さつまいもを挟んだり、なかなかやっぱコロナとかって、外食もできないから、こう自分の家で。ちょっとこう贅沢したりとか。コロナ禍で、おうち時間が増えたことも。すまんの人気を、後をしているようですな。このような。だけ商品の広がりについて。専門家は。 もともとある商品の一部ですんで新しく何かを作るわけじゃないということで、まあ、リスクはもともと低いとアレンジのバリエーションを見ることによって、まあ、この商品の魅力というか企業側からの目線ではなかったようなものが改めて気づくとかいうことも含めて、まあ、いろんなメリットがあると思いますね。 コロナ禍で人気のだけ商品は他にもショコ君が訪れたのは大阪府寝川市のお店こちらは何だけを売っているお店なんでしょうかこちらはですねたこ焼きは売ってないんですけどたこ焼きの粉専門店になりますたこ焼きの粉専門店はい たこ焼き売ってないんですかたこ焼きは売ってないんですよ粉だけ粉だけ売ってるんですよそう、こちらはたこ焼きの粉だけの専門店もともとはたこ焼き店でしたが去年、粉だけの専門店に業態を変えたところおうち時間の増加などから大人気にわずか1年で4店舗に拡大しましたでは、なぜ 粉専門店にしたのでしょうかここのたこ焼きが日本一おいしいって言っていただいて粉だったらこの味を全国に分かっていただけるんでここで気になるのはそのお味極みでたこ焼きを焼いていきますたこ焼きの粉に水を入れ混ぜて焼くだけ チョコくん。お味はいかがですか。う,ん、<laughs> うん,ふん。うん。うん。うん。家のたこ焼きじゃないです。お店より美味しい。うわ。すごい。ご家族、お友達。とかで。皆さんで。食卓をテーマパークにするっていう。コミュニケーションツールとして。楽しんでいただけたらいいなと思いまして。 楽しく美味しいおうち時間を食卓を彩るだけ商品。一方、ちょっと変わったきっかけで人気となっているだけ商品もものすごく住宅街。そこです。え、ここですか？え失礼します。 あこんにちは。あはい、いらっしゃい。なんか工房になってます。よろしくお願いいたします。はい、こんにちは、いらっしゃい。ああ<ー>、ちょっと待ってや。はい。これは、はい、大阪府門真市の花かんざしこちらで販売している商品は？こちらで作ってらっしゃるのは？ドラ焼きの皮だけです。うわあ、ドラ焼きの皮だけ。<laughs> はい、そうなんです。 具のない、どら焼きの皮だけが、大人気なんです。ホンマはこんなん作るつもりはなかったんですけどね。え、そうなんですかはい、そうなんですよ。ホンマね、どら焼きをね、美味しいどら焼き作るよっだったんですけども。もともと、こちらのどら焼きを販売していたのですが、売り上げはなかなか伸びませんでした。そこで、少しでも利益を上げるため、 ちょっと焦げたり形が揃っていなかったりした皮だけを売り始めたんだそうですこんな売れ物ちゃうわとかってね皮だけなんかもうそんな中身入ってへんのなんかもう全然そんなどら焼きでもないしどら焼きの皮ちゃうやんって散々言われてどないかして笑わしたろうと思って「中身ないのはもう僕の頭と一緒ですわ」って言うたらね <laughs> 結構笑うて思うてねそこからもうあのそのお客さんとかもうおもろいから兄ちゃん「購読うわ」言われて。お 本来であれば売り物にならないものを諦めずに売り続けたところ美味しいと評判を呼び意外にも大人気商品にまさかねこんな皮だけで人気が出るなんて本当に思わなかったんでね8割皮だけ2割ドどら焼きあんこにいったらもうほんまなあんこの方やめてもいいぐらいかもわからないやめてもいいぐらい, <laughs> い,い,ぐらい本当と皮だけのほがあった時にやっぱ人気があるんで。 今では全国の百貨店から引っ張りだこ。催事では一日に三千五百枚売れたことがあるそうです。では、このどら焼きの皮だけ。どんなお味なのでしょうか。いきますね、一口で。<laughs> うん。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 めちゃくちゃもちもちしてます。<laughs> 最初は一瞬。 どら焼きじゃないみたいなのに食べていくうちにどら焼きこんなどら焼き食べたことないですこのままでももう十分甘みあるんで、うん、もうこのまま食べてもらっても十分美味しいですね美味しい、はい、引っ張ってもなかなかちぎれないもちもちした生地どんな秘密が隠されているのでしょうか こうちょっとこう粘りのある感じでこんなドロッとした感じなんですけどねこれなかなかねここまでの粘りにあるどら焼きの皮ってねないんですよねこの粘度がありますよね、はい、<ー>これが、ね、あのおいしさの秘密になっています通常のどら焼きよりも生地の粘り気を強めることでもっちもちの食感を生み出しているんです近所の常連さんはちょっとパンケーキみたいな 感じですから、うん、自分であの好きなものトッピングいろいろ選んでですね挟んで食べれますし好きな具材を乗せたり挟んだりアレンジして楽しんでいるそうですぞ皮だけが人気の中店のご主人はどら焼きに対して複雑な思いがあるそうでどら焼きの皮だけっていうだけを売ってるとやっぱこう整合性ないっていうかね 心そうなんですよ。自分の心の中にね、ドラエキがないのにドラエキの皮だけ売ってるってちょっとどうやねんっていうのがねあるんで、やっぱその気持ちを落ち着かすためにこのこの子たちの存在がないとドラエキの皮だけが存在しなくなってまうああじゃあもうお守りみたいな。めちゃめちゃお守りです。やめたいとかって言いましたけど、多分もう今めちゃ謝ランドをねめちゃ怒ってると思うね。<laughs> 意外なアイディアが客の心をつかみ大人気に。 だけ商品が切り開く新たな可能性。だけ商品人気の裏にはコロナ禍で増えたおうち時間を楽しみたい消費者の意識と新たなチャンスをつかもうとする店のアイディアがあったというのが今回のからくりでございました。